開始スタートすごいな、こっちで全部できるんですね。言うは役立たずだしこのチャイムが終わってからスタートになります。ああそうなんだ。これが4時半のお知らせになっております。すごいな、うまく連動してるんですね、焼津市は、焼津テレビと。今日は6月の9日でいいんですよね。9日の月曜日。あ、カレンダーもついてるじゃないですか。焼津テレビ、第、1番目のねスタートの番組になっております。エコとなんとのビジネストーク、イエーイ。さあ第1回目からエコさん始まりましたね、ビジネストーク。全くビジネスに成功してなく僕が出ている声が小さくなっちゃった今日1回目からですねなんとねゲストがあ成功されてそう成功されてよかったですよ。もうどうしようかと思ったんですけどねなんかわけわかんないけどこうエロガッパ持っていってくれて、さすがですもん。早くのエロカッパじゃないですよ。え、何？普通のカッパですよ。普通のカッパ。可愛いカッパの梅雨バージョンですよ。ああ、そうなんだ。で、ちょっとジメジメしてるんですね。そうです、そうです。これこの間のあれでしょ？すごいな。あのテレビじゃなくて焼津テレビ出たカッパだよね。そうです。そのお饅頭バージョンです。これ清水にあるんですか？はい、清水のあの清水銀座の和菓子屋さんです。今日はねビジネスのネタをお話ししないといけないんですけれども。うん、何ぼでもありますよ。何ぼでもあるよね。もう金儲けだらけですから。カメラはあそこですからね。そうですね、届かないね。遠いですね、今日は。というわけで今日はあのビジネスネタなんですけれども、ちょっとね、もう一方ゲストに呼んでおります。だけど、ちょっとね、遠いところにいるんですよ。さあ、どこにいるかというと、豊橋。あ、相当遠いですね。ちょっとつないでみたいと思います。はい、さあ、つながるかな。有名な方です。有名な方ですね。あの YouTube ではものすごい有名な方、あの動画解放軍と言って、あらあらあら、忙しそうですね。つながんなくなっちゃう。丸ごとワイド見てんじゃないですか。そうかな。多分今裏番組やってる可能性が、ブラジル特集を。そうだね。先週サンバで焼津テレビのメンバーが行っちゃったんで集まっちゃったんで。すごかったですよ。知らないですか。知ってます。太鼓叩いてました隣のおじさんだから次回予約しました、太鼓叩かしてください。あ、太鼓叩くの好きなんですか。好きなんです。踊るのも好きですし、叩くのも大丈夫です。歌うのだけがダメなんですね。そうですね、 NG で。だからこの間一緒にねカラオケ行こうと思ったんですけど残念断られちゃったんですね。え、誰と。みんなで。みんなで3番のお姉ちゃんと。違う違う違う、この間そのワルハでデートの後。あー、え何を言ってるのかさっぱり分かんない。分かんないです。じゃあ次行きましょう。次行きましょうって分かる。つながんないんです。動画解放軍のジエさんをねお呼びしてるんですけどね、さっきつながったんですけどね、リハーサルではつながってるんですけど残念ながら忙しい、調子悪いですね。どうしましょうというわけでこういうこともあります。そうですね、もうそういう時はもうゼロに頼むしかないですね。もうゼロに頼みましょう。ゼロに頼んでちょっとゼロで呼んでみましょう。業務連絡をしてください、ね、というわけで今日はユーストリームとどうなるかですね、ユーストリームの配信をしながらですねスカイプでつながろう。こんな感じですけどものすごい盛り上がっちゃってますけど、ね、あの iPhone アプリでゼロっていうアプリがあるんですよ。そう、これすごいですか。一斉通知ができる、これすごいです、うん、さすがゼロ。今日はね、いろいろなツールを使って新たなビジネスを生み出そうというフリートークしようと思ってやってるんですけどね。はい、うん、どうですかこれ。どうですかって言っても使い方が分かんないから意味が分かんない、ね、イメージが全然。ちへいさーん、ちへいさーん、どうですか。マイクいらないね。そうですね、これ、あ、カオリンチャンネルやってくださいよ、これで、うん、そうするとね、朝ね、はい、カオリンがね、おはようとか言ってくれる。あ、いいね。どうですか。俺、会員になっちゃう。ね、なりますよね、うん、カオリンチャンネル、どうですか、ね、カオリンチャンネルに入るにはさ、1ヶ月100円払うとか。いいじゃないですか、お金、課金制に。課金制にして、100円月払うと、カオリンが毎朝起こしてくれる、どうですか。いいね、それビジネスになるよね。なりますね。うん、やる。じゃあ、それを、うん、やる。私、起こすのは。だからカオリンが起きたら起こすっていう。そう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 、うん、どうせいいですよ、12時頃しか起きないんでしょうから
いい加減な。いつも何時起きるんですか？だいたいでも遅いです。8時半から9時ぐらいです。あ、いいんじゃないですか、ね、いいんじゃない、そのぐらいが。遊びにはちょうどいい時間で。うん、シングルお子さんと困る人もいるんでしょうからね、うん。8時半ぐらいがちょうどいいっていう。うん、それビジネスになるよね。なりますよね。カオリンが毎朝起こしてくれるんですよ。1ヶ月100円で。いいね。ありえないですね、今まで。あ、来ました。あ、来た来た。さあ、豊橋から来ました。さあ。すいません。あ、じいさんどうも。こんにちは。こんにちは。おー、来た来た来た。来た来た。聞こえます。バッチリ聞こえます。こっちの声は聞こえますか？あ、聞こえます。大丈夫です。じゃあこれもスクリーンキャプチャーします。はい。あ、すげえ。スクリーンキャプチャーしました。ジヒエさん、僕の顔隠しちゃってもいいぐらいですね。ジヒエさん人気者です。今ユーストリームで同時配信してますんで。あ、ユーストリームですか？はい。今マイクこっちになって、この僕が持ってるマイクから音出てますよね。あ、音出てます。大丈夫ですよ。はい。こちらも、こちらもね、ユーストリームの配信用のマイクをミキサーに入れて、はい、それをコンピューターの LINE 入力して配信してますんで。あ、そうなんですか。ええ。で、システムの音もユーストリームに乗っかってるんで、はい、あの、今、iPhone でモニターしますけども、多分問題なく入ってると思います。あ、問題なく入ってますかね。あ、入ってます。入ってます、入ってます。はい、今日はね、ビジネスネタということで、ジヘさん、はい、新たなね、iPhone アプリを見つけちゃったんですよ。あ、どんなアプリなんですか？このね、隣にいるね、あのエコスマイルさんがね、はい、iPhone アプリの神様と言われてる人なんですけどね。あ、神様ですか？神様ですよ。ほんと、パソコン使わないんだけど、iPhone はね、ものすごいよく知ってるんですよ。無料アプリしか知らないんですけど、無料アプリ探すの上手なんです。そうですね。あ、すごいですね。で、ゼロっていう水があったじゃないですか。ありましたね。iPhone アプリでゼロっていうやつがあるんですよ。あ、そうなんだ。どんなアプリなんですか？当然関連はないですね。これはね、ちょっとエコさんに説明してもらいますんで、エコさんどうぞ。ちょっと待って。ジヘイさん、ジヘイさん、こんにちは。ジヘイさん、こんにちは。これあの簡単に言うと無線アプリみたいな。無線アプリ、結局これこのオレンジ色のところを押してる時だけ音声が入るんですね。音声が入る、はい。でこれがもうこのアプリ入れて同じチャンネルに登録してる方に全員にもう無条件で音が配信されちゃうんです。ああ、なんか面白いですね。で、今ね考えたね、そのビジネスが今真ん中にいる女性、美しい女性が、もしもし、はい、朝起きたらね、カオリンって言うんだけど、聞こえてるかな？聞こえてますよ。カオリンって言うんですけれども、カオリンどうぞ一言。え、ジヘイさんこんにちは。ジヘイさんこんにちは。この間、先日あの幹事さんの会でお会いしたんですが、その、はい、カオリンです、はい、スカイプはね、あちらにはちょっとカメラ行ってないもんですからね。ユーストリームだとちょっと遅れちゃうじゃんね、はい、うん、でも音は全然問題なく、あのオンラインで同時通話できますんで、はい、でこのね、ゼロっていうアプリを使ってカオリンが朝起きたらおはようございます、早く起きてっていう一言を言うだけで課金するっていう。課金される。だから1ヶ月100円でモーニングコールをしてくれるっていうのはどうですか？面白いです。そのゼロっていうアプリの規約で事前事業が OK だったら、うん、大丈夫です。ジェイさん、今そのゼロ入れてみてくださいよ。ゼロで検索してみてください。 ZELLO でいいのかな。 ZELLO です。 L2個、そうです。 ZELLO です。はい、ちょっと待ってください。もしこれでオレンジのアイコンです。もしこれで入ってこれたらすごいですね。そうそう。すごいことだよね。これで登録していただいて、焼津テレビチャンネルってのがありますんでね。焼津テレビチャンネルで検索すると出てくるんですよ。あ、ゼロの中で。そうそうなんです。それで僕があの承認すればそこに入ってこれちゃうんですよね。そうなんです。これ素晴らしいよね。素晴らしいです。だって
ジヒレさんありがとうございます。ジヒレさんありがとうございます。こんなことができちゃうんですか。素晴らしい。すごい。カオリンのモーニングコールやって、ほら要望も全部聞きますから。本当だ。そうするとその気になるでしょ。うん、その気に。カオリンの。1ヶ月100円でモーニングコールしますって。でもカオリンはただ一言、ああ今起きたからおはようとかっていうだけで。そうですよ。例えば1000人ぐらいの人に同時配信できちゃうとすると、1000人から毎日100円ずつ入ってくるんですよ。毎日っていうか1ヶ月100円でいくら。すごいじゃないですか。1000人100円っていくらですか。いくら計算できねえよ。10万ですね。10万。これでいいですよ。その おはようってだけ決まった時間だと面白くないから適当でいいですから、うん、今日は7時明日は8時半とかねもう適当にカオリンがだらしなく起きた時間にもう分かっちゃいますねライフスタイルがだらしなく起きた時間にそのこうドキドキしてるじゃないですか。まだ起きてねえぞカオリンみたいに心配になったりとか、ね、心配になってね起こされちゃったりしてねカオリンはどうなっちゃってるんだみたいな、みんなそわそわして気になって気になって一日今日起きんのかみたいになるとね、まずそれはそれで100円払ってる回になるわけですよ ね毎日同じ時間じゃねえなんかね飽きちゃいますから。飽きちゃうな、うん、やっぱドキコドキ感がないとねビジネスには、ね、たまにコケ格好とかね。ああそうですね。いろんなバージョンを、ね、たまに歌歌ってくる。ああそれから時々あの男と寝てる時に男が起こしてくるみたいな。ああ昨日なんだ男と寝たのかみたいなねまだ明るいのにそんないい加減なことばっかり言ってるでな。そうそうすると余計にこうみんなもっとああこうなろうみたいになってね、うん、また聞かなきゃってなる可能性もありますから、うん、いいじゃないですかね。これはもう番組中はねエコさんもね僕もね衣装はあそうです。すごいでしょ。衣装提供されましたね。衣装提供さん。あまたなんか本当です、ね、お客さん来ましたね。誰が来た。誰だ。ジエさん早速登録してくださってる感じですね。うん、そうですね。さあ見つかったんでしょう。ジエさん見つかりました。見つかりました。おお。登録中です。おおこれ大変なことになってる。これぜひジエさんにはイベントとかでね。うん。こなろうと言って。業務連絡って言ってね。言ってもらうと、でも使い方によってはね、新たなビジネスに使えますよね。はい、使えます、うん。そうです。で、ジヘイさんがね、焼津テレビにね、たまにちゃちゃ入れてくれる。ああ、いつでもジヘイさんの生声が聞ける。焼津テレビで流れるっていうと、うん、これちょっとすごいですよね。すごいよね。はい、うん、YouTube はびっくりすると思いますよ、ね。それ違うだろうってツッコミが入る。あ、時々間違うと言いますね、僕らね。ジエさんにチェックしていただいて、ね、勝つもんね、すぐこうね、そこ違うだろうみたいな、していただかないとね、うん、問題になる時ありますね、うん、たまにここでね、面白くない番組やってたら、番組の主導権を握っちゃうってこともできる。あ、うん、それも今度そういう計画を立ててる、実は。あっち側にほら、小さい窓枠あるでしょ、広角で。あっち側のほら、うんうん、今ひそひそ声で喋ってる人たちいるでしょ、はい、うん、あっちをメインに急にしちゃうとかね。あ、そうですね、面白いですね、うん、それはこのマイク使えばできちゃうよね。そうそうですよ、うん、素晴らしい。これで面白くない番組の時はね、もっと面白いこと言えとか言って言う、もっと面白いこと言え、もっと面白いこと言えとか言えますそれなくてもいつも言ってるじゃないですか面と向かって言えないんだ今日から言うの番組も面白くなりそうだよ。そうですね、今までね全く面白くなかったんですけどね、あの5時からの番組が面白くなりそうだな。やっとね、面白くなりそうになってきましたね、今日は、うん、やっぱりブレイクが入ると違うよね。そう、うん、つまらない番組も面白くなる。大変ですよ、あの番組面白くしようと思ったら、ね、退屈で退屈で、いつもものすごい悩んでたんですけど、やっとこれで。あ、今登録しましたけど、はい、検索は焼津って、焼津はひらがなで、 TVは英語、あ、TV ですね。あとチャンネルひらがなです。焼津だけで出てくるんじゃないですか。焼津ですぐ出てくると思いますよ。ひらがな焼津で出てくると思います。これがジヘイさんが、ね、さんブレイクしてくれたらすごいことになるよね。面白いよこれ。ってことは今度ジヘイさんの月曜日の生配信の時にこっちもこうジヘイさんに向かってブレイクしちゃう。ああ、でもジヘイさん10時からやってらっしゃいますよね。そうそうそう、あ、入っちゃう、あ、入っちゃう、あのくだらねマヒナ2でやってるすごい、ジエさん入っていただいて非常にいい番組です。ジエさんの番組に入ったんだ。マヒナから、マヒナこれで、あ、そうですね、うん、マヒナからジエさんの番組に入っちゃう。連絡先を追加でいいですかね。連絡先を追加、あ、それでもとりあえずいいと思いますけど、なんか出てないって出てくるんですよ。ヤイズ TV
ヤイズ TV はないですか、チャンネル検索で。このね、チャンネルっていうとこ、チャンネル、あ、これ見てもわかんないんだ。左上の3本線のところを押すとメニューが出てきて、下から3つ目にチャンネルっていうのがあるんですよ。あ、ありますチャンネル。うん、でそのページの下にチャンネルを追加ってあるんですよ。そうす、検索かけるんですよ。そうするとファインドチャンネルって上の方に出てくるん で、 そ、 うで、そこで焼津で出てきます。出てくるかな。ファインドチャンネルには言ってくれたんですかね。ファインドチャンネル分かりました。あ、今見つけました。あ、はい、それで焼津で、あ、あの、接続できたみたいですね。あ、いけそう、多分青木さんのとこに青木さんの場所がいいですか。なんか前コーナーを押して、あの、真ん中の黄色いでかいボタン、あの、丸を押して、押しながら喋れば。ヘイデブ、ヘイデブ。あ、来た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 来ましたね。来た来た来た、これすごい。来ましたよ、来ました。すげえぞ、これ。すごい、これ面白いよ。ジヘイさん面白いってから。ジヘイ、ジヘイさん聞こえますか。ジヘイさん聞こえました。あ、言ってる。あ、聞こえます。トランシーバーみたいですね、これ。そうですね、もうまさしくそんな感じです、ね。緊急通信ですよ、緊急。ですから防災無線とか。ですよね。使えますね。今日これからの番組、つまらない番組どんどん入ってきてくれて構いませんので。じゃあこれも今ミキサーでつなげて音を出るようにしてるんですか。はい、出るようになってます。あ、パソコンで受けてます。パソコンのソフトもあるんですよ、これ。そうです、そうです。あ、本当だ。あ、パソコンの方のアプリもある。アプリっていうかブラウザーかなんかで動くんですか。そう、小さいね、あの、それ専用のソフトが今立ち上がってて。あ、そうなんですか。それがパソコンのシステムに入ってユーストリームでも配信されてます、音が。あ、いいですね。面白いですよ。面白いですね。ジヘイさんの番組にライブ参加できそうです。嫌だって言われる。ちょっと切られるかもしれない。ジヘイチャンネルには登録させてもらえない可能性がありますから。許可されず。まあ、ちょっと怖いところもありますけど。人生選ばないと。人生選ばないとね。スケベな話ばっかりされると大変なことになるかもしれないですね。もう消さないといけないですからね。収集つかなくなっちゃいますね。あの、カオリンだったらいいかもしれないですよ。そうそう、私は許可してください。あ、どう、ちょっと使い方をちょっと。そうですね、研究していただいて、ジヘイさんに正しい使い方を。ジヘイさんの番組でね、カオリンがね、イヤーンとか言われてるからね。カオリンにスケベなことをいっぱい言ってもらうような。そういうチャンネルを。そんなキャラに。そういうキャラじゃないそうです。違います、正統派で言ってるので。まだ読める前なんでね、ぜひ、ぜひぜひ高く売れるように。マヤミンはちょっと危ないけどね。あ、そうですね、酔っ払うとね。そうです、マヤミン大変なことになって。ジヘイさん大でって言うかもしれない。やばいやばい。多分言いますね。これチャンネル作るのも、うん、あの、このスマホのアプリができるんですか。全部できます。あ、できます、全部できます。あ、全部できるんですか。はい、アプリで作ってもらえば。どこで作るんですか。これは分かりにくいんだよね。チャンネルっていう、チャンネル新たに作るってところがあります。さっきのチャンネルのとこありましたよね。チャンネルで、あの、検索チャンネルのところからチャンネルを追加ってとこありますよね。それを押して、はい、その一番下のところの、クリエイターチャンネルになってる。これで新しく作るんです。そういうことか。チャンネル見つけるか、自分のチャンネルを作るか。そう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 、そういうことです。で、人気チャンネルは真ん中のところだと人気のあるチャンネルが表示されますよっていうことですよね。ああ、そういうことなんですか。はいはい。ここだけ全部英語になってるもんで、ね、分かんない。やっぱり分かんない。勘ですよね。勘。なんだろう、中途半端にもう日本語化されてますよね。そうですね、このページだけ全部英語なんですよ、うん、まだこなれてないんで、まだこれから改良されるところもあると思うんですけども。ですよね、うん、これ無料のうちにやっぱりしっかりダウンロードしてたもんね。そうですね、ですよね。これはやったら楽しいですよ。私も後でやってみよう。やってくださいよ、うん、カオリンチャンネル作って。そうです。で、朝起きたらおはようって言ってくれるだけでいいから。そうそうそうですよ。こいつもしかしたら俺ら1000円出すぜとかいう人も出てくるかもしれない。分かりませんけど、ね、一人で練習してからにしよう。そうですね、うん、というわけで、なんか無音状態が一瞬作られてしまいましたけど、今日は、豊橋のジヘイさんがゲストに出ていただきました。ジヘイさん、あの、ビジネストークって
という題名なんですけれども、はい、焼津ユーストリームクラブって名前が自然と焼津テレビになってるんですけれどもね。あれ焼津 YouTube クラブじゃなかったんですか。そう、ああ結構ね実験的にいろんな名前を使っていろいろやってるんですよでどの名前が一番反応があるのかなっていうことで一応名前だけは抑えておこうってことでいろんな名前をつけちゃったんですね。おで一番反応が良かったのはやっぱり焼津テレビ。焼津テレビの方が定着 してますね。まあそれがいいんじゃないですかね。うん、ほんでね焼津テレビにしてからいろんなところに行くとね、あの最近焼津テレビさん有名ですねみたいな感じでいろいろこう聞かれるんですよ。教えてくれるいろんなお店でね、はい、やっぱり焼津テレビでじゃあこれから行こうかなっていうふうに考えてます。そうですね、焼津テレビに検索して、はい、なんか一発的に検索されればいいですからね、うん、で漢字の焼津でやっちゃうと案外観光庁とかあの公的な機関が検索で出てきちゃうんです、さっきにね。あだからひらがなで焼津テレビっていう風にしたんですよ。あそういうことなのか、ね、一応漢字の焼津テレビでも問題ないんですけれども、はい、ひらがなで一応主に使うようにしてます。あそういうことなの、はい、おで最近のね焼津テレビはまだ運営費が賄えてないもんですから、はい、コラボ商品とかね、はい、あと協賛商品っていうのを募集して、ここにそのいくらかでも一部お金がこう落ちるような仕組みをね今考えてやり始めてるとこなんですよ。あなんか棚になんか商品を置くと1ヶ月いくらで、まあそれも前言ってましたね、ええ、それもまあやってるんですけれども、あの番組いろんな番組で協賛してる商品とかあのコラボ商品をみんなで宣伝しようっていう、そういう感じにしてるんですね。あ、そうなの、ええ、で、僕たち今着てるじゃないですか、このシャツ。あ、今シャツ着てるんですか。こっちからはちょっと見えないですけど。あ、そうかそうかあの、ワロハシャツ、ヤイズテレビのオリジナルのヤイズ TV ワロハシャツっていうの着てるんですよ。はい。で、エコさんもなんか知らんけど着てるんですよ。でこれも焼津 TV オリジナルブランドで、あの焼津テレビ全体でね、あの売ってこうというふうに考えているわけです。いいですね。そういうビジネスプランいかがでしょうか。あまあいいと思いますけど、あのまずはもう焼津 TV が周りの人に知られてるのが強いですよ、はい、やっぱり長く続けるとね、あのだんだんあの気にしてくれる人が増えるなっていうようなことを実感できるようになってきましたね、やっぱり、ね、あのネット関係 の、はい、その新しいことってもうみんなあの営業を受けたらダメなんですよね。あの知らないと嫌が、あの怪しがっちゃって。ああそれはありますね、うん、でも名前が売れてて、うん、でも営業をかけるというか、もう向こうから出たいとか、向こうから出たいね、うん、そういうちょっと自乱的な、うん、あの状態を作っちゃうのが一番いいと思うんですよね。あの私もちょっといろいろビジネス的にやってるんですけど、はい、あの積極的にこっちが手取り足取り動くと、うん、ここは何も考えなくなっちゃって、うん、こっちで終わることが多いんですよ。あそれだったらもうあのこっちはあんま手に出さずにスケジュールとかそういうのを向こうに組んでもらうみたいな、うんうん、そうすれば向こうにある程度、向こうがある程度当事者意識って芽生えるじゃないですか、うんうんうん、そういう状況を作っていかないと長続きしないなっていうのが僕の今の考えなんですよ。うん、それは言えますね。こっちが一生懸命やってるとね、向こうがちんぷんかんぷんのうちに進んでっちゃうもんで。そうなんですよね。なんか長続きしないんですよね。だからまあ100あるうちの10ぐらいができればいいかなっていう、うん、そのぐらいいいと思うあんまり仕組みを複雑にしちゃうとね、かえってわからなくなっちゃうんで、焼津テレビで番組に出ようみたいな雰囲気だけでいいのかなっていうふうに今は感じてますけどね。はい、うん、エコさん、ああ今日なんか喋ってないですもうジヘイさんにゼロを伝えただけでもいっぱいいっぱい
一応ね30分番組なんで、はい、ジェイさん申し訳ないですけどあと5分でこの番組終わりなんですけれども、わかりました。また機会があったらぜひ参加してください。そうですね、このゼロっていうアプリで、はい、ちゃちゃ入れていただいても全然構いませんのでじゃあ分かりました迷惑にならないでいたずらしていただいて、迷惑だったら切りますから大丈夫です切れますからね、うん、なかなか面白いと思います。これはだからいろいろなツール使っていろいろ今まだ試してる段階なんで、はい、うん、この間もね実は県の職員の方がゲストに出ていただいて、あ、すごいですね、なんかね、わ、こんなこともできるんだっていうふうに感心して帰っていかれましたけどね、あ、いいですね、ほんで今日はね隣の隣の町の市議会議員の方がねゲストに出てくれるんですよ。はい、でもう一つね県会議員の方が今番組一つ持ってます。あ、すごい、だから今政治がね今ネット使われるようになってきてるんで選挙でなりましたからね、だから案外こう気にしてる方がいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに感じてます。はい、あ、そうですか、面白くなりそうですよ。あとはさっちゃんさえ来てくれれば間違いない問題ない。あ、片山さつきさんにねメッセージを送ったんですよ僕が、会ったことあるもんで、そしたらゲストに出てくださいって言ったらはい出ますっていう話です。いいですね、だからいろんな人がいろんな形でね関わってくれると、はい、ビジネスっていうよりも最初にみんながつながればね自然とビジネスになるようなそんな気がしますんで、ジエさんも応援してください。応援します。お願いします。そうでしたっけ、またそっちにも遊びに行きますんで、そうですね、ありがとうございます。今度カオリに連れてきますんで、あ、そうですね、はい、行きます、お願いします。たまに綺麗像連れてかないとね取られます、ね、男ばっかり言ってもしょうがないしね汚しいだけですからじゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はもうこの枠だけでいいってことですかね私。あ、はい、この次はね僕の番組じゃなくてゆっていう名前の方が出てきます。ゆ、すごい真面目な番組なんでちゃちゃ入れると怒られる。すごく真面目です、なんか眠そうになったらさっきのゼロで突っ込んでいただいて全然構わない番組なんで。わかりましたじゃあまたゲストに出てくださいね。はい、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ失礼いたします。すごいな、すごいこれ。豊橋とつながった。ありがとうございます。ジエさんありがとうございました。ジエさんどうもありがとうございました。すごい。すごい。こちらこそありがとうございました。おゼロだ。すげえ。さすがゼロだ。切ってからもゼロがつながっている。すごすぎる。すごすぎる。やっぱゼロはすごいじゃないですか。すごいな。テンション上がって熱いです。エコスマイルのゼロだ。すごい今日暑いね、なんかねまた僕の凄さがバレちゃった感じがします。早くもさすが、まあ、しょうがない西高生いっぱいいるんでちょっといいとこ見てとかないとねアホだと思われてますからね西高生は10期生のせいで10期生誰ですか、わかりません、言えないんですけど、言えない、秘密、言うの人、言うの人、言えないです、絶対言うと怒られます。かわいそうだなというわけで、時間となりましたので、湯に変わりたいと思います。なんで湯原さんのこと湯って言うんだっけ、その腹だかただか後も分かんないから、あ、分かんないめんどくさいってことでじゃあ次回をお楽しみに。さよなら。